んにちは、神の種です。我ですね、初めてアイドルの握手会に行きまーす。ここにですね、我のハロプロの推しアイドル、ジュースジュースの CD があります。この CD にメンバーとお話しできる権利がついてるんですよ。まず開封していきましょう。もうね、テープは切ってあるんだけれども、誰とお話しできるかっていうのは抽選で決まります。グループの中でいくつかチームが分けられていて、その中からランダムで誰かが当たるっていう形になっています。今回我はですね、2枚買いました。微妙とか思うんじゃないよ。どちらにせよね、メンバーとお話しできるのでね、とってもとってもありがたい、嬉しい特典付き CD ですね。よいしょ。じゃじゃーん、ジュースジュース全部かけて GO、 イニミニマニモ両名 A 面シングル、ただいま絶賛発売中です。よろしくお願いします。きっとこの下にね、入っているのでしょう、特典海域の切符。我はね、まだ行ったことないんですよ、個別のお話し会というものに。ちょっと緊張します、緊張します。誰が当たるのか、我の推しのアーリーは来てくれるのか。2枚しか買ってないからな、緊張ですが、見ていきましょう。ドン。というのも、電車乗り過ごしてしまったんですね。無事着けるのか、こうご期待です。やばい、乗らなきゃ。会場の東京流通センターに到着しました。いやー、ここに来るまでに2つ事件がありました。まず1つ目、電車の中で財布を忘れたことに気づく。今日新しい服を着てきてたので、この服軽いなと思ってたら、軽いのはバッグでした。その2、乗り換え駅で乗り過ごしてしまい、羽田空港内で迷子になる。いやー、大変な戦いでしたね。本当の戦いはここからなんですけどね。まだね、緊張してないかもしれない。リラックスしていきたいですね。ちゃんとの初お話し会行ってきました。いや、めちゃくちゃ緊張しました。ブースに入って最初にわーって言って、前に突っ込みすぎて、もうちょっと下がってくださいって言って訂正されて、それでだいぶちょっと時間ロスしてしまったんですけど、意外と長いです、時間。でもドキドキしながら、どんどん綺麗になっていて、いつも元気もらってますって言ったら、ありがとうございますって言ってくれて、なんか可愛いって言ってくれたような気がするんだけど、幻聴かもしれない。願望聞こえちゃってるかもしれない。ちょっとこの可愛いっていう幻聴、耳の中でリフレインさせていくわ。メンバーとの間に透明のパーテーションがあるんだけれど、パーテーションがあると話が聞こえづらいみたいで、脇の方にね、ちょっとずれて
前かがみで話を聞いてくれました。めちゃくちゃ気遣いしてくれてるなって思ったよね。いちかちゃんありがとうございました。アリとお話ししてきました。いや今のところの心の状況はなぎって感じ。一番最初にブースに入ってアーリーが大大大好きですって言ったんですね。そしたらアーリーが目をまん丸にして、はあ、すごい伝わってくるねって言ってくれて、でそれで我がアーリーワンちゃんをどうしたら飼えますかって聞いたんですけど、ワンちゃんワンちゃんってワンちゃんのポーズしながらハテナマークアーリーに浮かんでて、どうやら聞き取れてない。ガーそこでねお時間ですってなってさよならバイバイだったんですけど、至近距離で見るアーリーがあまりに可愛すぎて、それだけでも本当に来てよかったなって思うし、そして今回ねちょっとおしゃべりっていう面でね我の声量滑舌その他もろもろの問題により伝わらなかったその反省を次に生かさねばっていう、そういう意味でなんかこう完璧な握手会を目指すためのミッションが我の中で始まったような気がしている。こうやって人というのはさらなるアイドル沼の煩悩に落ちていくのかもしれないですね。でもとっても楽しかったです。このチャンネルではいろいろなお出かけ動画を投稿しています。もしよろしければチャンネル登録高評価していただけますととっても嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。